去年の阪神にはあって今年の阪神に足りないもの。去年の阪神にはあって今年の阪神には足りないとあるものが話題になっています。それは10年以上前から阪神を応援し続けるこちらの姉妹。阪神ファンの中では有名で、わらし姉妹と呼ばれるほど。しかし昨今、わらし姉妹は球場に現れず、ネット上では心配の声がささやかれる一方、2023年に阪神タイガースが38年ぶりに日本一に輝いたことを機に、座敷わらしのように球場を去ってしまったのではという声も聞こえてきます。